どうもどうもどうも、皆さんどうもこんにちは。バラデスのハムスターライブストリーミング、ようこそようこそようこそ。こちらはモーリービーンズ社長ゆうこさんです。ゆうこさんは今日も元気で、おられますよ。どうもどうも。お、さくちゃんさんどうも。こちらゆうこさんです。先生は旅立っていったんですか？いや、3月は別れの季節ですからね。そして4月は始まりの季節ですね。いや、素晴らしい出会いがね、あればいいですよね。バルデスも4月になったら1匹追加しようかな。いや、良かったですね、本当にね。先生も元気で頑張っていただきたいところですよね。まあ先生中のはなかなか、恵子さんどうもです、ふくさんどうもです、すだこさんどうもです。なかなかなんていうか、ストレスのダメな仕事でございますのでね。恵子さんどうもありがとうございます。最近ライブ配信終わった後、最近ダウンタウンのガキの使いのフリートークばっかり見てて、もう夜中一人で笑い転げてたらなんか元気になってきまして、はい。本当面白いですよね、やっぱ笑いって大事ですよね。ハムスターもね、ゆうこさんもほっぺ満タンにして笑顔で生きていきましょうね。毎日笑顔で。昼からはバスケしに行っていった。やっぱ体を動かしてるんですね。たまにはやっぱね、体動かさないとね。デブ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 になってしまいますからね。デブ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 になるとやっぱ男子にモテないということになりますんで、まあ寮に入ってるっていうのは太らないんでいいですよ、絶対ね。こちら、黒豆ちゃんです。みえさんどうも、こんばんは。ガク&きなこさんどうも。ハチさんどうも。タンタン、ヒスイさんどうも。タブレットさんどうも。チーローケンさんどうも。DY さんどうも。いや、今日も4いいね、ありがとうございます。もういらねえって感じですね。やっぱ運動しないとね。バラデスも筋トレ結構してましたよ。どれぐらいしてたかな、3年、4年ぐらいはしてましたかね。最近までね。でも筋トレしすぎて膝が痛くなってやめてしまいましたね。やっぱね、
筋トレやめるとやっぱ、バラデス的にはあんまり何も変わらなかったですね。もうただ筋肉が贅肉になっただけですね。まあもう一回ね、ちょっと春に向けてね、来週からちょっと筋トレを再開しようと思いますね。やっぱり筋トレしとかないとね、動けなくなりますからね。のんさん、もみさん、どうもです。ありがとうございます。こちらはクロムちゃんです。まだちょっと起きてないですね。こちらのゆこさんは起きとられますね。よし、よちよち。ゆこさんは相変わらず可愛いですね。他のアモスターはまだ寝てますね。プリプリが起きてましたね。プリプリはね、こうなんか今日3箇所多いですね。今日何曜日？ 29、30 木曜日か。ギチさんどうもです。カオカジさんどうもです。今日もかわいいゆうこさんです。おプリプリ帰ってきましたね。ちょっとクリオを連れてきて、クロアちゃんを起こしたいと思います。栗尾くんです。今日会社で床材のためにシュレッダー作業したのに全部忘れてきました。それはおもろいですね。やっぱシュレッダーは最強の床材ですよね。フラミちゃん何してんの？シュレッダーに勝る床材はないですよね。やっぱペーパーマットもね、高いですからね。シュレッダーがいいと思いますね。いいやつやったらこう裁断してくれるんでいいですけど、縦にしか切ってくれないパターンがありますからね。ちょっと縦にしか切ってくれないパターンのやつは横に切らないといけないんで面倒くさいですね。
しかも燃えるゴミのゴミ袋が超満タンになるっていうね。本当に意味のわからない。でも昔と比べたらやっぱ紙減りましたよね、本当ね。未だにファックスとかもありますけどね、もういちいち出てこないですもんね、パソコンの中に入っててね。とペーパーレスな時代ですよね。ハムちゃんのね動画も全部 YouTube の中、TikTok の中に入ってるわけですからね。本当は紙はもうね使わなくなりましたよね、本当にね。あんだけ紙削減してんのにね、なんで電気代は上がるんですかね。本当わかんないですね。おくれおくん、おはよう。これ食べます。クリオ君、昨日も今日も毎日メスと一緒に相手させられてかわいそうに。それいいですね、回し車で発電。バレスは関西人なんで、福井県の美浜原発ですね、そっちから来てますね、電気ね。まあ関東は知らないですね。九州電力はなんか今でも原発が動いてるから安いらしいですけど、これが乗っからんでいいですよ。その軽く乗っかるのはやめた方がいいですよ。いや、まだ茹でてないんですよね。今日茹でようとしたのがボールが、野菜を切ってボールがアルミでできていることに気づいて、レンチンできないことに気づきまして、茹でるのがめんどくさくなりまして、そのままでございますね。ちょっと明日からはちゃんとボイルはレンチンしたいと思います。
なんかあれですね、最近ライブ配信も野菜は生の方がいいんだと思ってました。あ、そうなんですかね、わからないですね。まあバラですは基本ブロッコリーも人参もキャベツも生なんですけどね。まあ結構食べてますけどね、茹でた方がいいのかもしれないですね。わからないですね。柔らかかったら食ってもんでもないんですかね。まあこんなに日またの向いてたらどうなんでしょうね。バラデスの晩飯の焼きそばに入ってた人参を与えてみたいと思います。どう？あ、これくん持って帰る？食う？これくんバラデスの焼きそばに入ってた人参を食ってますね。うまそうに食ってますね。食べましたね。ということでやっぱ火を通した方がいいのか、それとも調味料がついてるからうまいっていう可能性もありますしね。まあ、そりゃそうですわな。まあ、でもハムスターにも塩分取りすぎで高血圧になってもらうと困りますからね。タチトモさんどうもです。やっぱ人間の食べ物はありない方がいいと思いますね。なんかクリオ君が苦しんでますね。クリオ君焼きそばの人参食ってちょっとどうでしたか。お、三陽さんもバラですにバラありがとうございます。バラですは1週間で1ドルを目指して頑張っております。フレオ君なんか出て行かれました。やっぱ人参のせいですかね。ああ、なるほど。やっぱ茹でると甘みが増すんですかね。クリオ君なかなかむちゃ元気になりました。でもクリオ君焼きそばの人参食ってたら長いってできへんで、ピーマンもあるけど食べる。てか麺もまだちょっと残ってるけど、あんま人間残ってるもんあげたらね炎上するんで、ね、やめた方がいいですよね。クレオ君が焼きそばパワーで元気になりました。クラマちゃんを追い出して食べておられますね。やっぱでも柔らかくした方がいいような、茹でたらでもなんか栄養がなくなるような気もしますしね。やっぱレンチンしたいですね。ちょっと明日はお茶碗に入れてレンチンしてみましょうかね。で軽くダメ調味料ダメですね。調味料入れると
ダメですね。シャボンさんどうもです。メロさんどうもです。アイコさんどうもです。おもちさむさんどうもです。ベジータさんどうもです。にゃんころもちさんどうもです。まあこの二人は今日も元気ですね。なんかむずまっちい感じですね。メイプルちゃんは昨日ね、ほっぺの中から強制的に腐った餌を取り出す術をやったりとかもいろいろやってますね。とりあえず5月の誕生日までね、頑張って生きていただきたい、きたいと思います。ですよね、やっぱレンチンですよね。まあカレーとかみたいにそのまま栄養全部ねあればいいですけどね。やっぱあれで見たいですよ、こう雪国、鳥取とか島根とか、まあ新潟とかね、ああいうとこの人はカレーの消費量がすごいらしいですね。やっぱカレーはねうまいですからね。あれですよね、結構ね若い頃はっていうか最近までもう毎日カレーで良かったんですけどね、昼飯は。最近なんかそうでもなくなってきましたね。パオさんどうもね、みーすずさんどうもです。あやのさんどうも、おさんどうもです。読めない人どうもです。いやー可愛いですね。クリオもクラマちゃんもツヤツヤやね。最近なんか毎日1時半ぐらいまでやってしまってるんでね、ちょっと早めに終わらないといけないんですよね。まあミラッドさんが来たら終わりますかね。この人たち満タンになったらじゃあまた次。エモヘイさんどうもです。AYN さんどうもです。こっちが黒豆ちゃんです。お、エミーさんどうもです。そうですよね。クラムちゃんもなんかこう
なんかでかいオウムとか食いそうな、なんか人間が食べそうな、こう巨大ヒマタネとか食べてみる。売ってんの見たことなんですよね、スーパーでね。栗と間違えるようなでかいヒマタネね。てかハムスターって栗食べられるんですかね。栗むけるんかな。頑張ったらいけそうだよな。これはもう、はい、ちょっとどいて、はいはい、この頬袋がこうクイッとこう上がってきたらね、可愛いんですよね。そこが難しいんですよね。まあでもこの状態だけですでに可愛いですよね。まあ、皆さんもハムスター買っておられると思いますけど、まあ可愛いもんですよね、本当にね。こんなちっちゃいのに、まあ、バルデス春に向けてダニシート買ってきたんで、ちょっとダニを避けたいと思いますね。やっぱハムスター買ってるとね、ダニが発生しますからね。あと、コバエをどうするかですよね。コバエうざいですよね。コバエホイホイをまた夏に向けて。買ってくるか。なんかね、昔はなんかね、天井からなんかぬるぬるのハエ取り紙、皆さん覚えてますか？なんかぬるぬるのハエ取り紙がありましてね、その天井からそのぬるぬるのテープをですね、吊るしておくとですね、昔はそれにハエがくっついてですね、昔の衛生状態ってすごかったですよね、今から思えば。今なんかハエなんかね、見ないですよね。あ、でもこの前北海道の人が言ってたんですけど、北海道はなんかゴキブリいないらしいですよね。それも驚きましたね、本当ね。うちもね、ゴキブリ去年までいましたけど、今年はまだ発生しておりませんが、夏になったらゴキブリ犬ちゃんとムカデ犬ちゃんと発生し始めるんでね。ゴキブリ犬ちゃんも大概うざいですけどね、ムカデーヌちゃんはね、ちょっとなかなか見栄えは良くないんでね、なんか毒持ってそうですしね。じゃあ、クラムちゃん枯れますね。クラムちゃん枯らない。まだ帰らんの、君ら。ゆうこさん帰った。でもじゃあさくらちゃん出てきますね。かなちゃんさんどうも。
さくらちゃんなんかねちっちゃくなりましたね最近。かなちゃんさんだバラありがとうございます。さくらちゃんさくらちゃんなんかちっちゃくなりました。なんかやたら小さくなりましたね。あの最近若いプリプリとかみかんちゃんとかバターちゃんと比べるとこんな感じで非常に小さくなってしまいました。食欲は旺盛ですよね。今からこの可愛いほっぺがですね昨日噛まれましたけどね満タンになりますんで。おかなちゃんさんバッジありがとうございます。これでハムスターの餌代を稼ぎたいと思います。サガちゃんまだちょっと眠たそうですね。なんで睡眠なんですかね。わかんないですね。野菜もでも食べてますね。これ見てたらおじゅじゅまだ怒られる。皿お皿触ったらめっちゃ怒るんで。野菜もブロッコリー食べてますしね。結構バランスの良い食事されてるんじゃないですかね。こっちのダリアもすでに満タンですね。ちょっと帰れますが、ゆうこさんが部屋を開けっぱなしにしていたら落ちてしまいましたけど、じゃあ黒豆ちゃんのこれおさらいが黒豆ちゃんこのままじゃ帰りましょうね。クロ君ももう いらんでしょう。まだいるんですか。もっちゃんです。これはもっちゃんと遊んでますね。怒ってる。もっちゃん、怒ってる意味わからへんね。もっちゃん、じゃあ特別食を、はい、用意しておきましょうね。これとあんま出てこないんでね、もっちゃん。
そう、これひよこ豆メイプルちゃんに涼しいさんどうもです。ねねちゃんさんどうもです。しんいちさんどうもです。いやだいぶあれですよね。でも、まあったかくなってきましたよね。本当ね、もう春ですよね。皆さんもね、クリオみたいに元気にね、頑張っていただきたいところですね。今日の栗尾くんはおとなしめですね。ウェンディさんどうもです。さくらちゃんまだまだですね。満タンにはほど遠いですね。ウクラムちゃんが家で飯食ってますね。まあ暇がなくなったらまた出てくるんじゃないですかね。クリオくん満タンですか。よく分かります。おもちゃん出てきましたね。おスーパードライさんどうもお世話になっております。
今日もハムスターたちは大量の餌を食べております。こちらはもちこさんでございます。もちこさんは11月に11匹ぐらいお産みになられまして、今は子育ても終わり、悠々自適に過ごしておられますね。こちらさくらちゃんでございまして、さくらちゃんもゆうこさんの兄弟でございまして、さくらちゃんも3名様ほどお子様をお産みになられましたが、今は悠々自適に過ごしておられますね。お、頑張れよ、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、初めてのアイテムですね。お、バラですね、バラをありがとうございます。これでハムスターの餌代にね、困らずに生きていくことができます。こちらのもちこさんも、もうすぐちょっとしたらちょっとブルーサファイアの男子を買いに行こうかなと思ってるんですよね。あんまりすぐに死んでしまわないようにちょっと子供のハムスターをちょっと探さなあかんなと思ってるところですね。初代サバは良かったんですけど、2代目サバジロはね、1年ぐらいでお亡くなりになられましたんでね、やっぱちっちゃくて若いやつから行かないといけないと思いますね。これ食べてませんので大丈夫ですよ、はい、ほっぺたに入れて持って帰るだけなんで、家に大量に保存されておられます。ここはこの人たちの家ではございませんで、こっちみんな家があるんですけど、こっちの家に蓄えておられますが、食べることもなく掃除の時にすべて捨てられます。みんな家に溜めてるんですよ、うちのハムスターは同じですが、おばあちゃんでもう死にそうです。一昨日ぐらいゴールでんかったですが、ビビリーなのでどうしたらいいですか。あ、もうそれはね、もうあれですね、これですね、もう元気がなくなったらもうあれしかないですね。
まあ、いろいろバルダスも試してきましたが、やっぱこれですね。ハムスタープロテインエナジーバイト。これネットで注文したら届きますんで。これね、すごいですよ。何がすごいって、その砂糖の塊みたいなもんなんで、その人間で言うたら、まあ何やろな、カッコン糖飲んでるような感じですかね。ユンケル飲んでるような感じですよ。もうちょっと見たらもうすぐ食いつきますんで。で、水に薄めても飲めますし、こんな感じで何部でも食いますんでね。弱ってるハムちゃんでもいけますからね。もうちょっと食いすぎ食いすぎ、こんな感じで。これを発注してください。スーパードライさんもありがとうございます。今日も大量にバラですをありがとうございました。ダンクダンクさんありがとうございます。8476いいねありがとうございます。ビビリなのは治らないです。はい、ビビリの時はですね、こうハムスターエナジーバイトをですね、こうちょっと取ってですね、こうやって口のところへ持っていったらですね、自動的に食いますんで、はい、こんだけ満腹でも食ってますんで、こんな感じで食べさせてやってください。まあ水に薄めて注射器でというか、こういうのは こう水薄めてこうチューって入れてもいいと思いますね。こういうのもありますね。とりあえず食わんなったらもうどないもならないんでね。迎え入れたばっかりだからですかね。あ、それはあると思いますよ。はい、来たばっかりのハムスターはなかなか懐かないんで、まあ懐かせようと思ったらこう暇種をこう手で揚げたりとかして、こう人間を怖がらないようにこういう感じで、こういう感じで揚げたら懐きますよ。こういう感じで、まあだいぶんと食いすぎですけどね、この人ね。もう帰れますよ、さくらちゃん、はいはい、乗って、はいはい、プリプリです。こちらが皆さん今一番人気のプリプリハムスターのプリプリプリンちゃんです。いや、揚げすぎても食べてませんので、持って帰っているだけです。全部食べてたらあんだけ痩せてませんからね。お、クラムちゃんがクラムちゃんがダセダセ外の様子を伺っております。ケイコさんどうもです。クラムちゃんが次の出番はいつかな、次の私の出番はいつなのかな、
って感じですね。この目力ですね、なかなかの目力ですね。こんだけ話しても目力が分かれこの目力すごいですね。こちらはブリブリプリンちゃんです。ブリブリプリンちゃんは ストレスによりお腹が張れておりますので、今は薬飲んでますね。まあ抗生剤を飲んで、まあ毛が生えてくることを祈りつつ。ダンクダンクさん2500円ありがとうございます。ライトオンチャレンジ、ライトオンとか懐かしいですね。若い時よく行きましたね。ライトオン高いんですよね。男子は多分みんなライトオン行ったことあるんじゃないですかね。ゆきひーろーさんどうもね、それどうも。今からプリプリに粉をすりつきの餌を与えたいと思います。ダンクダンクさんどうもありがとうございます。こちらはプリプリプリンちゃんです。薬がついてるとも知らずに、ウキャ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 、ブリブリ元気でやってますけどね。久々のハムスターちゃんたち元気ですか。ありがとうございます。元気でやってますよ。はい、さあ最後サバ、あ、そうですよね、先月までサバをサバ次郎が闘病生活してましたけど、お亡くなりになられて、今は あんまりお亡くなりになられそうな感じのハムスターはいませんね。フジッコンさんどうもです。ルンピーさんどうもです。博士さんどうもです。じゃあもちこさん帰りますか。
はい、こちらメイプルちゃんです。ジョーカーさんどうもです。メイプルちゃんもまあまあですね。もうちょっと元気になってくれたらいいんですけどね。昨日だいぶ頑張りましたよね。おかげさまで、おかげさまなのかどうなのか、今日は元気でやってますね。メイブルちゃんにも薬を飲ましたいと思いますね。ダングダングさん3100いいね、ありがとうございます。ガチャやってるんですか。ああそうなんですね。バラエツもガチャやりたいな。ね、4月5月になったら2歳ですからね。ジャンガリアの中ではだいぶと長生きなメイプルちゃんになりますんで、ね、頑張っていただきたいと思いますね。プリプリはなんか何かを期待してますね。プリプリは何を期待しているんだい。プリプリは顔芸会、また顔芸をしてるのがいい。プリプリはまたエナジーバイトを食べたいのかい。じゃああげるよ。プリプリは耳が赤いですね。プリプリ美味しいかい。こっちプリプリプリンちゃんですね。プリプリプリンちゃんはまだ生まれて11、12、1、2、3、5ヶ月ですね。まあもう大人ですけど若々しいですね。プリプリちゃんお腹張りてますんで、ちょっとまだ食おうとしてますね。君はもう食べてはいけません。あとはその辺で適当に何か食べてください。プリプリはこんな感じですね。
ひなさんどうもです。プリプリは可愛いですね。バラですも大量にハムスター買ってきましたけど、この耳の形とか目の大きさとかね、バランスの良い小顔といい、プリプリなボディといい、非常に可愛らしく仕上がっておりますね。ひなさん3400いいね、ありがとうございます。プリプリトイレ行きましたね。回れてへんしな、回転できてないしな。プリプリ手前にも砂はあるから、手前の砂場も入ってええんやで。でも一番狭いヤドカリハウスに入ろうとする入れてちょっと入るにはちょっと元気が必要な感じですね、はい、大量にってどれぐらいですか。もうこの世のものとは思えないぐらい大量に溜め込んでおられますね。まあ全部捨てられますけどね。まあほぼ剥いた何をと、なんか赤いものを取り出したぞ。め。いや、ありがとうございます。ひなさん、ありがとうございます。プリプリはだいぶね、臆病なんですぐ逃げるんですけどね。でもなんか入れないみたいですね。入れへんやったらしゃあないから、ちょっとペンギンハウス持ってきたりような。プリプリここ入れるやろ、はいはい、プリプリここ入ったろ。出ていく作戦。プリプリ外出。キラーチさんどうもです。あ、こんばんは。あ、どうもこんばんは。あ、ハモちゃん仲間ですね。お、なんか色も似てますね。金クマなんですよこれ。これもうこれジャンガリアンです。え、めっちゃ噛みますよねジャンガリアンって。あ、そうですね、結構毎日噛まれてますね。この子やばいんですよ、まだ生後1ヶ月もなってないんです。でかいですね。え、でかいでちっちゃいですよまだこいつ。金クマ、この子も金クマなんですよ、ね、これを噛まれた音じゃないんですけどね、事故なんですけどね。それはえ、車じゃないんですよ、自転車で逃走されたというか、転倒しました。そうは、まだ生まれて1ヶ月なんですか。そうなんですよ。へー、1ヶ月です。ねえ、よく私ここ噛まれた前、痛かったよ、もう治ったけど。うちの母親がよう噛んでるね。え、あれ、ゴールデンハムスターさんしてます。うちはジャンガリアンしか買ってないですね。あ、そうなんですか、はい、でもこれキングマンカラーなんですよね。ですよね、はい、プリンちゃん餌の量すごいですね。熱、私も結構食べるんですけどね。
あな、こっちあれなんですよ、家じゃないんで、家こっちにあるんで。え、何匹飼ってるんですか？今は9匹なんですけど。9匹？私と一緒、私6匹、あの、6匹なんで、え、7匹やったんですけど、1匹脱走中です。1匹脱走中なんですね。そうなんですよ、家のどっかにいると思います。キンクマはすごいおとなしい。そう、おとなしいでしょうね。今はコーナーケースに入れてるんですけどね。オール、あの、見せるときは。こんばんは。僕の名前は？なんていうの？プリプリプリンちゃんです。何ヶ月ですか？プリプリプリンちゃんは5ヶ月です。え、そうなんですか。大きいですね、5ヶ月で。リナさん、おやすみなさい。あ、お家だ。え、毎日寝てますか？その方、ハムスターは。何時寝ますか？まあ、ハムスターは、そうですね、朝方寝てますね。え、逆ですね、私と同じ時間に、例えば12時寝たら、たまに寝てますよ、マック出して。朝まで大運動会してますね、ジャマリアンは。え、うるさ、え、一緒の部屋ですかね？はい、一緒の部屋です。え、めっちゃ可愛い、白。うちの。メイプルちゃんはもうおじいちゃんなんで、もう2歳ですね。あ、そうなんですか。ハムスターって糖尿ってあるんですか？あ、あるみたいですね。あるんですか？なんか検査みたいにしないといけないんですか、糖尿のこと。うん、そうだと思いますね。そうなんですか。コラボしてみて。あ、じゃあね、殺したよ、猫。結構変えてます？砂とか。どの頻度で変えてます？砂はもうほぼ毎日ですね。床材は、家の方は2週間ぐらいですかね。あ、そうなんですか。こっちは、あの、撮影場所なんで毎日変えてますけど。あ、そう。え、どんなやつですか？私とも同じか、同じかな。私こんなやつなんで。ああ、うちはご次元ペーパーマットですね。いいやつですか、それ。いや、そんな全然、1キロ900円とか800円とか一緒かな。あ、でも砂はあれですね、あのサラットクリーンを使ってますんで、あれですね。あ、一緒だ。これは匂いがしなくていいですね。え、でも忙しい、全体大変ですよね。ですね。結構食べますよね、みんな。生野菜もやってるんで、はい。え、そう、めっちゃそんなに食べるんですか？まあ1日分ですけどね、これで。そうなんだ。え、何匹飼ってるんですか、メスとオスは。今メスが7匹でオスが2匹ですね。え、そうなの。全部オスだった。子供は今までで50匹ぐらい生まれたんですけど、はい、みんな旅立っていきましたね。弱ってたんですか？いや、あの佐藤さんに。そうなんだ。はい。なんかお腹に異変があったんですかね。お腹、一番いいハムスターで17匹ぐらい産みましたよ。あ、そうなんだ。はい。結構ジャンガリアンはいっぱい産むんで。あ、そうなんだ。ゴールデンは繁殖してないんですか？ゴールデン1匹しか飼ってないんですよね。繁殖しないんですか？しないのかな、わかんない。私自分で飼ったじゃないんですけどね。そうなんですか。これ、あの、ウンダっていうが、みんな言っときます。この2匹は、あの、
うちの友達が金クマいらんって言ってっていうか引っ越ししちゃうからいらないってそんなかわいそうな感じなんですか。あの県外以上っていうか海外に行くって言ってた。なんか飛行機だったら引っかかるからダメって言って。なるほどね。見てます。お友達やんな、仲良くしてもらおう画面越しだけど。結構キーキー言います？ほぼ泣かないですね、はい。まあ、たまに喧嘩でハムスター同士喧嘩してキーキー言ってる時ありますけど、あ、そう、ね、まあ、基本的には1匹ずつ飼ってるんで、あんまりそれよりなんかガリガリやったりガラガラ回したりとかがうるさいですね。一匹脱走してるんですよね、お兄さんも。そうですね。え、いないんですか、車の中とか。脱走したら大体は本棚の下とかいますね、はい。え、でも私2月の21日に脱走して、で、そっから出てこないんですよ21日。で、一応その迷子センターみたいなのをコールセンターみたいなのかけたんですよ、はい、でもそのでも届いてないって言って、じゃあ家のどっかにいるんやろうって思ってね。まあ多分台所の隅に。え、でも台所の近くにドアがあるんですよ。で、ちょっと開いてたからそっから出たのかなっていうのがありまして。あ、もうそうなったらもうカラスか猫に食われてると思います。え、でも猫カーカーっていうか、猫じゃない、あの猫ニャーニャーって言いませんよ。カラスも全然聞こえないし最近。え、カラスなんか食べるんですか。あんなのカラス何でも食いますよですよね、はい。それか他のネズミに食われてる可能性もありますし。え、家にネズミとかいるんですか。いや、なんかそりゃ外に行ったらドブネズミとかいるじゃないですか。そう。え、でも警察にも届いてないって言ってるしね。警察に届けるほどのもんでもないと思うんですけど。じゃ、でも家のどっかにはいるって言ってるんですけどね。なんか餌をこう隅に配置して。え、それを毎日やってるんですけどね、はい、あんまり出てこないんですよね。え、でも1週間食べてなかったらもうやばいんで。え、でもちょっとぐらいは食べてたっていうか食べかすみたいになったんです。あ、じゃあ食べてるんですね。じゃあ多分自分でもう巣作ってそこで暮らしてますよ。うん、教える。だから私が朝起きてゲージが開いてたんですよ。そっからカリカリ夜中に言ってて、うん、重きに穴がすごい大きかって、うん、あ、これは脱走したなと思って。それでしたら、もしかしたらうちのハムスターも一匹押し入れの中で住んでましたね、はい。え、その一匹脱走した時は違うハムスターにも脱走したんですけど、その時はすぐ見つかってその場所にも出てきて、その子は確保して、もう新しい最近っていうか2月の方は出てこないんですよね。ジャンガリアンですか、ゴールデンですか。キンクマです。あ、キンクマだったらでかいんで。え、足音ってするんですか、キンクマって。結構足音しないですね。
でも、うん、ついにご飯の時とかも全部テレビを消してますね。基本もう静かな環境でしてるんですけど、それでも音しないし、でもカタカタもカタカタも聞こえないし、日中探せるんですよ、朝昼夜で。今のところはでも、探しても本当出てこない時出てこないですからね。でもあのお店の方にペットショップの方に聞いたら、見つかったのは1ヶ月から 2,3 ヶ月ぐらいで出てきたらしいんですよ。ガリガリ細ってっていうか、どっかで餌でっていうか、ね、まあそのハムス、うちのハムスターもそうでしたし、あの餌あげたびに出てきてまた帰るみたいな感じだと思います。どうやって見つけるんですか、お兄さんの。まあそうですね、3日か4日帰ってこなかったやつがいた時はなんか隣の部屋の押し入れの中に自分で巣作ってたんで、まあ、押し入れちょっとだけ開けといて、でなんか夕方に餌食べようと思ってちょこちょこって出てきたところを捕まえましたね。え、なんか開いてたんですか、ゲージみたいな。そうですね、ちょっとやっぱ開けとかないと出てこれないんで。でも完全にその今いないハムスターをゲージ全部っていうか一匹開けてるんですけど、でもいい方法があるらしくて、そのゴミ箱になんかバッテンを作った新聞紙を、そこに餌を置いてるんですけど、で、あとあちこち置いてるんですけど、それでも出てこないし、なんででしょうか。そうですね、まあ狭いとこ好きなんで、なんかこういうとことかよくこの後ろとかいるんですよ。いないですよ、それでも。なんでこの蓋したりとかしてますけどね。そんなに、でいやでもなんか結構だからハムスター1週間ぐらいは頬袋満タンやったら餌食べなくても大丈夫ですし、しかもまだ寒いんでなんか若干冬眠してるかもしれないですね。冬眠してたらもう動かないし飯も食わんしみたいな。ドアとかどうなってるんですか、お店。もう普通に全部閉めてるんですか、もう。ああ、なんかちょっと開けといた方がいいかもですね。ああ、ニポといない。そうなんですか。開けることができなかったらもう各部屋の隅に餌を配置、ひまたねを置いといて、はいはい、その量を見るとか。結構入れてるんですけど、匂いは分かってるんですかね、いろんな種類。あ、それ分かってると思います、はい。餌の匂いはひまたねとか分かってると思いますよ。まああとなんか虫とかでも何でも食いますんで、はい、結構早いんですよね。そうなんですよ、分かってるハムスターは、うん、結構素早いですよね。もう目が離したらもうどっか行くぐらいね、うん、まあそうですね、うん、あとはなんかあの金網のネズミ捕りを設置するかですね。どこに売ってます？ホームセンターとか行ったらあると思うんですけど、ネズミホイホイとかだったら粘着のやつやったらそのままくっついて死んじゃうんで、うん、なんか金網のネズミ捕りとか何個ぐらい必要ですか。まあ
台所に多分バラデスはいると思ってるんで、台所にちょっと1個とか、なんか台所はなんか食べ物いっぱいあるし、いそうじゃないですか。袋とか開けてそうですね。ああ、ですよね。はい。でも袋開けてるところっていうのも見当たらないし、うん。いや、じゃあ見とけですね。わかりました。承知しました。見ときます。ね。ネズミ取りで、まあ、なんかこんな感じのやつはアマゾンで買っていただいて、え、見えないですこんな感じでいいんじゃないですかね。え、でもホームセンター結構行くんですよね。ああ、いいんですかね、こういうの。まああんま粘着しなければ多分大丈夫だ、こんな感じなやつとか。あ、これだったら大丈夫って感じ。はい、え、どんな感じで確保になるって感じですか。上から入って出られないっていう普通の。あ、ハムスターはすぐ捕まるんで、はい、こんな感じで。でも逃げるとなんか狭いとこ入るんでね、うん、難しいですよね、見つけるね。いや、でも見つかったらぜひ教えてくださいね。わかりましたありがとうございます。はい、うん、本当になんかその今6匹がってて、2匹は食欲あって、あとみんな食欲あんまりあるんですけど、なんかやっぱり一番最初買ったね、ハムスターやし、気になって気になって食事が少ないっていうのもあってね。いや、あんまりでも聞かないですね、その、うん、脱走していなくなったっていうのは。あ、そうなんですか。はい、だいたい部屋んぽって言って、なんか部屋の中遊んでて、自分で部屋戻ってきますからね、家に。だケージ開けっぱなしにしといて、なんか勝手に戻ってくるんじゃないですかね。でも私寝るとき完全に真っ暗して、みんな一斉に寝るようにして、そっから暗いとこから脱走したんでしょうかね。まあそうですね、脱走はもうなんかどうしても避けられないので、はい、でも家から出たらもう多分もう無理でしょうね。そうですよね。でも家の中にいるんだったら、多分どっかで巣作っていると思いますよ。まあ、この大きいホームセンターの方がいいですか、それか。そうですね、大型の方がいいですか、ネズミ捕りは。まあ一応ゴールデンなんで、でかい方がいいと思いますけど。うん、このプロテインエナジーバイトむっちゃ好きなんで、これを、これあのなんていうか栄養剤みたいなやつなんですけど、これを、これどのハムスターもみんな食べるんで。え、そうなの。え、見せてください、それスクショしてもいいですか。こんな感じでみんな、なんか砂糖の塊なんですけどね、こんな感じの。え、どこに売ってるんですかそれ。これね、結構売ってないんですよね、もう。あ、アマゾンとか。私チューブのそのチーズあげてますね。ああ、カルシウムとかいろいろ。なのでこういうやつをなんかそのネズミ捕りとかに入れといたら速攻で。でもそれ探してるんですけど、なかなか売ってないですよね。そうですね、もう通販で買うか。
でも好きなものを入れてるんですけど食べないし、本当のいなく、でもお腹空いたら出てくるはずなんでね。ですよね。うん。もうだいたいあのスマホでそのタンスの裏とか下の方とかをなんか隅のとか全部撮影とかされたんですか？しましたよ。携帯の方残ってます。そうでしょうね。一応ね、私のアイデアとしてはもうネットであの防犯カメラ、ペット用の顔からって思って、はい、そのやっぱり脱走した時とかもわかるし、あとはどっか行ってる時に様子がおかしいなと思ったらいち早く帰れるしと思って、あとは、うん、ねえやっぱり仕事してる時に、ねえやっぱり仕事してる時にも見れるし、うん、まあ宇宙が脱走した時はこの昼12時間ぐらい仕事行ってる時に全部撮影して全部確認したら全く出てこなくて、はい、で帰ってきたらこのすりガラスのこのここから見えたみたいな、シャシャって、まあ、白いハムスターだったんでそんな感じでしたね、うん、でもね1週間はなかなかないですね。ですよね、うん、もうそろそろ出てきてもらわないとね。写真があるかな、見ます、写真。ちょっとちょっとじゅんくんちょっと待って、なお話して、ごめんな、 こっちなんですけど、この子なんですよね。うん、一番わかりやすい写真が、もう一番最初の時の写真です。この子がね、脱走して本当に辛いっていうの。防犯カメラとかついてるんです、つけてるんですか？防犯カメラはつけてないですね。鍵とかつけてるんですか？合鍵とかも。いやもう普通にこんな感じで買ってますけど、だから脱走するした時はあのなんか自分であの家に穴開けたりとか、まあ蓋が閉まってなくて勝手に出たりとか、まあいろいろありますけど、私としては鍵をつけようかなって思って、その新しい方がなんか逃げた方、うん、しようかなってね。そのハムスターのいた部屋にいる可能性はあるんですかね。もう他の部屋に行ってるんですかね。他の部屋とのいた部屋は両方探してるんですよ。片付けて全部。でも出てこなくて。じゃあもういないですね。とりあえずネズミ取りは買います。押し入れの中とか。いないんですよ。本棚の下とか。はい。バラデスンチはよく本棚の下に隠れてましたね。あ、いないですね。そういえば。あとカーテンの後ろとか。もう全部いないです。はいはい。あとひょっとしたらワン。ありがちなこういうなんかこうヒーターみたいなやつのこの中に入ってるとか、
何かの機械の中のに入ってるとか、空気清浄機。たまに足音がするから、あれ、あの子かなと思う。違うハムスターだし。あとあり得るのは布団カバーの中とか。いないです。ベッド系のなんかこうなクッションの中とか。え、それもいないんですよ全部。あとはこういうなんかこう餌入れの中とか。え、でも餌入れはもう全部テープで留めてるんですか。このマットの中とか、五次元マットの中にいるとか。まあでも探しても見つからないですよね。でもある日突然出てくるとは思うんですけど。皆さん、ハムスターが逃げたらどこに行くか教えてください。こちらはバターちゃんです。でもあれですよ ね、夏になったらだいぶ大変ですもんね。なんか調整が難しいですもんね。そうですよね。やっぱハムスターエアコン入れますからね今はね。ちょっとなんかもうみんな2匹ともちょっと眠たそうなんで寝かせてきますね。はい、ありがとうございます。はい、どうもどうもありがとうございました。またあの、はい、改めて送りますね。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。木立です、よろしくお願いします。靴の中にいたそうですよ。はい、靴の中にいたそうですよ。あ、いないんですごめんなさい。もうちょっと2人明日、私朝ちょっといろいろ用事が詰まってるんで申し訳ないんですけど、また明日、はい、改めてコラボさせていただきます。ありがとうございました。どうも。はい、お疲れ様でした。はい、でします。どうも。大丈夫なんですかね、見つかるんですかね。こちらバターちゃんで、こちらがプリプリですね。ハムスターが見つからないとかあんまり聞いたことがないんで、プリプリどうよ。プリ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 もちょっと脱走してみるか。ああ、プリプリ手足短いな。お腹張ってしまったんですけどね。まあなんかあんまりハムスター好きそうじゃないような感じはしましたけどね。まあ、いなくなると焦りますよね、ハムスターはね、ちっちゃいですからね。プリプリもなんかちょっとなあ、運動した方がいいんちゃうか。さくらちゃんが全力でやかましいんでちょっと連れてきますね。プリプリがあるで。プリプリ人気やな。
リプリではちょっと人気ですね。なんかね、こう今クリオとさくらちゃんがプリプリクリオと遊んでみる。クリオです。クリオプリプリいるで。プリプリ身を潜めて、身を潜めてますね。プリプリクリオ来たで。なんかクリオ通過していきました、ね、プリプリちょっと気にしてますね。朝まで大運動会は非常にうるさいですね。まあ、基本的にはもう布をかぶせてるんで視界に入らないようにしてますね。ハムスターもなんか布かぶせたら諦めるんで、でも夏はね布かぶしたらかわいそうなんで開けっぱなしというか光が入る状態になってるんでね、そこはなんていうか涼しいからいいかみたいな感じですけど、クリオくんどう、プリプリはキャットダッドさんともです。いちえみさん6600いいねありがとうございます。今日も大量のいいねとあれですね、ギフトをいただきました。本当に嬉しいですね。ハムスターの餌代もねとね、もうハムハムピューレもね一本増量とか言いながらそもそもがちっちゃくなってるやんっていうね。感じですね。クリオ君飯食ってますけど、クリプリちゃんは身を潜めてますね。ちゃんはこんな感じでアピってますね。いつでもスタンバイ OK みたいな感じですね。いつでもスタンバイ OK ですね。ブリブリはあれですね、もう完全にいないふりをしてますね。まあ買ってきたのがどうでしょうね、まあ 2,30 匹ですね。生まれたのは全部でサワオガとクリオと2匹だけですよね。親父は
全部でクリオが、20匹、クリオが14匹ですね。サバオが40匹産んだんで、生まれたんで54匹生まれましたね。みんな旅立ってきましたけどね。買ってきたのは2、30匹だったと思いますね。もう覚えてないですけど。こちらはバターちゃんですね。そうですね、2回に分けてね、10匹と7匹で産みましたね。お母さん、サバはもうお亡くなりになられて、お母さんハムスターのゴマちゃんとバタコさんもお亡くなりになられたんで、でもサバオの嫁の黒豆ちゃんと優子さんはまだ健在ですね。でサバオ、クリオも今でも元気ですし、クリオの嫁のもちこさんとさくらちゃんも元気ですね。で今回イエローハムスター3匹飼ってきたんで、それとクリオと子供を作ろうとしてるんですが、全然ダメっていうね感じなんで、バダちゃんはそうですね、結構プリプリよりも兄弟ですけど、体はでも一番ちっちゃいですかね。おくりょうくんも帰る。プリプリはなんかね、可愛いんですけど、なんかこう色わからないですね。こちらはオレンジちゃんというかみかんちゃんです。みかんちゃんもでかいですね。みかんちゃんはバターちゃんと顔が似すぎてて、どっちがどっちか未だに分かんないっていう感じなんですけど、でも立派な赤ちゃんを産んでほしいんですけど、旦那がどうもね、いまいちなんで。ミカちゃん食い方雑いんですよね。いやいや、餌入れとくで、はい、いい。お、クロマムちゃんがブロッコリーアピールしてますね。ブロッコリーアピールしてますね。ブロッコリーを食べたら出してもらえるという。ブロッコリー食べたところで出してもらえるかわからへんで。いやもうほんとすぐ増えますよハムスターは。いやバルデスはね、全ハムスターね、54匹もね里親に出しましたんで、いないですけど、このまま
で大人ハムスターは、まあ、寿命で死んでいくんでそこまで増えないですけど、その自分で大体の人は皆さん飼おうとされるんですよね、生まれたら。この前もうちのクリオの孫が生まれたんですけど、その孫も7匹子供が生まれてね、孫が全部自分で飼うって言ってたんで、いやまあそれはそれでいいと思うんですけどね、それは自分で飼うのは大変だと思いますね。まあ、バレダスは全部里親に出してますからね、いいんですけどね。まあなのでハムスターを飼うときはやっぱ計画的にやった方がいいと思いますね。なかなかね、まあ仮にバラデスが全部生まれたハムスター自分ちで買ったら、今54匹いるわけですから、それはそれは大変なことになってるわけですからね。バラちゃん満タンやな。帰りましょう。はい、さくらちゃんです。まあ、さくらちゃんご覧の通りちっちゃいですけど、暇だね大好きなんで、今から満タンになりますんで、これね剥くだけで何回も見ますけど食べてませんのでね、それもムカつきますよね。人間で言うたらレストラン行って食べんと買えるようなもんですからね、もう勘弁してほしいですよね。野菜は食ってんのかな。野菜はまあブロッコリーとかないんで、うおよむっちゃ怒る。ちょくちょく食べてるんでしょうけどね。さくらちゃんは子供3匹生まれましたね。さくらちゃんベイビーはもう本当可愛かったですね。白とブチとノーマルのね、可愛いハムスターでしたよ。まあ皆さんご存知だと思いますけどね。クリオがまた出し出せってるんで、ちょっと続きますかね。はい、クリオです。これはさくらちゃんと夫婦なんですけど、さくらちゃんのご機嫌次第でございますね。ご機嫌が悪いと噛みつかれますが、ご機嫌がいいとさくらちゃんから馬乗りになっておられますね。ご機嫌悪いですね。さくらちゃんもうちょっとお腹いっぱいになったらご機嫌良くなるんで、
クリア君ちょっとおとなしく、さくらちゃんまあ飯でも食って、クリオのことは忘れていただいて、じゃじゃじゃクリオもそんなダメです。まあなんぼ夫婦や言うても夫婦の中にも礼儀ありって言うやろ。じゃ横のみかんちゃん家に入れてあげるからね。みかんちゃん毛玉のを見てるよ。ビビってますね。みかんちゃんビビっとるんですね。なんじゃお前は。みかんちゃん、みかんちゃん速攻脱走ですね。でみかんちゃん帰られます。残念やったな、くりは遊んでもらえへんの誰も。やっぱクリオは黒豆ちゃんがお似合いやな。夫婦でもないけど、この二人は夫婦でも兄弟でもないんですけど、親子でもないんですけど仲いいっていう。もうミントさんお休みですか。遅れをちょっと積極的やな。これはしつこいな、あかんで。明日は金曜日なんで、そろそろ暇だねでも買いに行きますかね。ハムスターバランスフードをやってたのをね、バランスフードプロに変えたんですけどね、なんか暇だねが多くなってるだけであんまり変わらんやんっていうね感想ですね。あ、ミノさんどうも。クラムちゃんです。クリオ君調子に乗ってますね。クリオ君まだ脱走されました。本当クリオ君はあれですよね。どんなハムスターにも対応する。めっちゃ邪魔してる。どんだけ邪魔やねん。邪魔してあかんて。もうさくらちゃんに先はフルボッコにされましたんで、ちょっと元気やねこれ今日は。ちょっとこのままさくらちゃんちまた移動ということで、これをこっちでちょっと また怒られてる。お前何しに来てん、お前何しに行ったんじゃ、今飯食っとんじゃ。いや僕あんまりそんな僕クリオ君も帰った方がいいんじゃないですかね。
そうなんですよね。だからお腹の調子が良くなってるはずなんでね、クリオも元気になりましたよ。バルデスもビオフェルミ飲んでるんでね、1ヶ月ビオフェルミ S1 ヶ月飲んだんですけどね、まあ消化とかそのなんか良くなって元気にはなりました。確かにね、 ぶっちゃけなんか元気になってそれはいいんですけど、体重が増えましたね、はい、前の方が飲まなかった時よりやっぱ発酵しまくって、バルデス的には結論から言えば、まだ1ヶ月、まああと1ヶ月でやろうかなと思ってるんですけど、太るデメリットと、まあ元気が出るメリット、どっちが勝つのか、そこを見極めたいところですね。ゆきかぜさんどうもです。まあ女性はおそらく太るメリットの方がデメリットの方が大きいと思うんで、やめた方がいいと思いますね。ビオフェルミンとかエビオス錠とかね、消化吸収が良くなりすぎて太るっていう感じですね。でメンタルはなんか元気になったりなりましたからね、ぶっちゃけね。今月3月結構バルデス元気だったと思うんですけど、毎日あのライブに来ていただいている方はご存知かと思うんですけど、まあどっちを取るかですね。元気を取るのか体重を取るのか。お、ゆきひろさんもエビオス錠飲んでおられたんですね。太りますよね、やっぱ成長剤ね、いいんですけどね、元気も出ますしね。問題は太ってしまうので、そこなんですよね、やっぱね。ネオさんどうもです。うちのアムスターのこの2人は夫婦です。こっちがさくらちゃんで、こっちがくりおくんです。この2人は子供が3匹おります。ストライピーちゃんとホワイティちゃんとクリジローですね。クリジローはクリオと同じ色で、ホワイティちゃんはさくらちゃんと同じ色で、ストライピーちゃんはその間みたいな、なんか背中に筋が入ってるハムスターだったんですけど、3匹とももらわれていかれまして、まあ今はどこやったかな、まあ兵庫県だったと思うんですけど、現地でやってるんじゃないかと思いますね。クリオ君もさくらちゃん家にいるのか、黒豆ちゃん家にいるのか、どっち行く？これをじゃあ黒豆ちゃん家に行きましょうか。こっちはクリオで、こっちはさくら、黒豆ちゃんで、黒豆ちゃんは前いたサボというハムスターとの間に子供が9匹いたんですけど、でクリオと黒豆ちゃんはなんか特に何にも関係なく、ただの近所のおじさんとおばさんですね。
とりあえず乗っかってとりあえず乗っかってみたりとか、まあ、走ってみたりとか、まあ夫婦でもなければ兄弟でもなければ親子でもないので、でも仲良しなんですよね。なんでかわかんないですけど、まあそこは面白いとこですね。クレオはね、結構どうなんですかね、ファンの人多いんですかね、わかんないですね。でもクロマムちゃんはね、結構ファンの人多いですよ。まあ、クリオは5号がね、いっぱいね。ジョーガーさんどうもです。クリオイズ5号。クリオイズ5号、ゴーイング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 。ウェンディさんも、サンキューです。大検中、ユー、漢方薬。バカラジスもなんか漢方薬が一番いいと思うんですよね。バカラジスなんか飲んでたな、何やったかな、なんかお腹の脂肪を減らすようなね、あるじゃないですか、よくそういう漢方薬飲んでたこともありましたよね。お一恵さん、クリオくんファンなんですねそれは存じ上げなかったですね。いやなんかね、薬欲しいですね、ほんとね。体重も増えず健康で毎日食べても太らずメンタルも健康でいられる薬、そんな薬があればいいですよね。ジョガさん、グッナイ、サンキュー。クリオ君はなんかゴーゴーしまくってますね。クリオ君今でも走れますね。クリオ君は今でもファーストランナーですね。またいらんことして、ハムスターエナジーバイトを食べないでくださいよ、クリオ君。クリオ君いらんことしないでください。クリオ君いらんことしないでください。クリオ君、クリオ君、クリオ君ちょっとジュ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 、なんかすごい長寿になるようなやつありそうですよね。本当ね。だからもう喧嘩すんしないの。だからダメダメだよ。黒豆ちゃんの時は喧嘩せへんのですけどね。さくらちゃんは嫁やからなんか違うんですかね、やっぱ黒豆ちゃんとはね。もっと奥さんは大事にせなあかんねんで。でも夫婦喧嘩は犬をも食わぬって言うからな、これは、黒豆ちゃん家行きましょう。
ラオラちゃん、あと食べときよ。まあ、夫婦喧嘩は犬も食わぬですからね。俺はもう近所のおばさんと遊んどき、ね、近所のおばさんをこう興味全くなしや。はい、ゴー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 まだとりあえずちょっと乗っかるんやろ。俺はもうみんなから相手されなくなっていくで、そんなんしてたらもっと優しさを持たないとあかんねんで。ゴー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 、魂のゴーゴーですね。魂のゴーゴーしたところで全然黒豆ちゃんには伝わってないよ。クレオ君、もうクレオ君帰りましょう。黒豆ちゃんビューレー出ますか。だいぶ満タンになってきましたね。クラムちゃん若いですね、本当にね。で、こっちのさくらちゃんも若いですね。まあ、みんな若いんですけどね。さくらちゃん、はい、さくらちゃんもう満タンやろ。次行こうか。次プリプリが、プリプリは出てこないのか。バターちゃんか。そうなんですよね。クラメちゃんはね、もうミミが可愛いんですよね。ミミンとかね、ブラムちゃんもね、子供を9匹産んでね、去年一昨年かいっぱい、もうそうなんですよ。クラムちゃんの子供を去年、先月、今月か、今月1匹お亡くなりになられたりとかしてましたね。まあ言うてもね、子供と親とあんま年変わらないね、ハムスターは。あれですけど、まあお亡くなりになられたというのを聞いて悲しかったですね。やっぱオスの方が早くない、お亡くなりになられてしまいますからね。まあそうかと思ったら、もちこさんの子供が孫ができたりとかね、本当嬉しい時もありますしね。もうダンクダンクダンクありがとうございます。6800いいなありがとうございます。
まあ、何回も言いますけど、これはスポーツですからね。別に食べてるわけではなくて、持って帰るだけですんで、心配 しないでくださいね。まあ結構ね、これ食べてるんじゃないかと思われてる方がいるんですけどね。これさくらちゃんなんですけど、じゃあちょっと一回さくらちゃん家にちょっと行ってみますね。これさくらちゃん家ですね。いい子開けるんですよ。まあ、このようにですね、報告してくれない方がよかったですね。黒豆ちゃんちもちょっと見ていきますかね、ついでになってね。これ餌代は、餌代を返すと、まあ、だから趣味みたいなもんですね、はい。黒豆ちゃん、趣味は何ですか？今種を貯めることです。まあ、人間と一緒ですね。じゃあね、人間もお金貯めるの大好きですからね。はい、同じです。クラムちゃんだけね、アメリカンハウスに住んでるんで、クリオもアメリカンハウスに住んでたんですけど、ぶっ壊されたんで。今さくらちゃん帰ったんで、何秒後に出てくるんだっていうね。まあでも別にこう食べなくてもね、まあ言うたら運動してるようなもんですから、いいんじゃないですか。全然ね、家に溜めといてパンパンや、ね、食べられますよ。はい、どうぞどうぞ。ゆうこさんです。まあお母さんハムスターの習性ですね。クロノちゃんにしても、ゆうこさんにしても、さくらちゃんにしてもね、子供のために持って帰ってるんでしょうね。まあよくおばあちゃんが言ってたじゃないですか。あんたこれ食べへんか、あんたこれ食べへんか、これあんた食べへんかってよく言われたですよね、皆さんね。まあそれと一緒ですよ。子供や孫のためにね、このまめちゃんもせっせと今種を溜め込んでるんですよね。ゆうこさん、ゆうこさんも今種、ね、ゆうこさん子供17匹おるからな、はい。まあ、いっぱい食べてください。何ピューレ食べたいん、はい、ゆうこさんピューレ大好きですよね。
多分ハムスターの中で一番好きですね。ハムハムさん、はじめまして、どうもです。こちらはゆうこさんです。ゆうこさんはジャンガリアンハムスターの白色で、子供17匹生まれたマミーです。お、なんかいつもと違う、ちょっとそこトイレちゃうからな、他の人がランニングウィールをトイレと勘違いされてる方がおられるんですけど、勘弁してほしいですね。さくらちゃんがもうダサダサアピールをしてますが、もう今日はダメですよ。はい、こちらバターちゃんです。バターちゃんもデカなりましたよね、ほんとね。バターちゃんはまだ生まれて5ヶ月ぐらいですね。全然チビちゃんですけど、ゆうこさん、まあ脱走しないでください。ゆうこさん、ゆうこさん脱走しないでください。ゆうこさんピューレあげるんで脱走しないでください。ウェンディさん、どうもです。 This is Ms. Cotton。 ヨーダン17匹もね、子供産んだ、産んだんですけどね。もう1回目10匹の時はまあまあでしたけど、2回目の7匹産んだ時なんかもう乳首を食いちぎられてましたからね、子供にね。もう命がけでしたよ、本当子育てはね。今はもう子供たちも旅立っていってね、本当強いお母さんですよ。いや本当懐かしいですね。でもやっぱ早く子供欲しいですよね、またね。やっぱブルーサファイアの男子買いに行こうかな、明日にでも。このバターちゃんの旦那さんを見つけにね、食べる通りに見てたら分かるけど、ハムちゃんって顎ちっちゃく、ちっちゃくて可愛いですよね。非常に小さい顎ですね。まあリスほど口角上がってないですけど、もうちょっと顎の筋肉鍛えて、ほっぺたをクイッともうちょっと上げて、そしたらもうすごい人気者になると思いますけどね。残念ながらなんかぼちゃっとしてますからね。ハムスターの後輩を考えています。いろいろ教えてください。ありがとうございます。
なかなかね、やっぱハムスターの後輩に大事なのはオスですね。やっぱオスハムスターがどれだけこうイケメンかによってね、変わってきますね。まあだからイケメンの高田純次のような高田純次のようなこうイケメンと、若いメスハムスターですね。生まれてから3ヶ月以内の若いメスですね。これがやっぱ繁殖するんじゃないですかね。まあ前のサバオはね、本当にドンファンを超えるハムスターでしたね。子供40匹いましたからね。やっぱ高田純次を超える適当ぶりでしたね。イケミさん、ありがとうございます。ちょっとバラです、ちょっと恥じていきますね。ああ、すいません、どうもありがとうございます。ありがとうございます。まあだから高田純次一匹と若いメス2、3匹ペットショップで買っていただいて、まあ若いメスはもうなんか生後何ヶ月とか書いてあるんで、まあ今だったら13月なんで、まあ1月生まれとか2月生まれぐらいですかね、の若いメスを 2,3 匹買っていただいて、であとベテランっぽいなんか売れ残りっぽい高田純次みたいなオスを1匹買っていただいて、で一番よくあるパターンで、よくない、よくあるパターンであかんのはそのあれですね、やっぱ兄弟とか親子で繁殖させてしまうとその血が濃くなってしまうんで早く死んでしまったりとか問題がいろいろ生じてきますんで、まあ、うちもだから生まれた子供は全部里親に出してるんですけど、まあその辺はね、子供生まれたとしてもね幸せにならない可能性があるんで、兄弟とか親子で、まあだから優子さんも17匹も子供いますけどね、まあ息子と一緒に子供作るとまたややこしいことになるわけですからね、まあ、そのあたりは注意していただいて、
まあだからライオンとかオオカミとかじゃないですけど、メス社会の中にオスを入れていくみたいな感じがいいと思いますね。メスは別に兄弟でも何でも関係ないんで、そこに高田純次を一匹入れることによって子供が生まれるわけですね。ダンクさんありがとうございます。今日は9500いいねまで来ました。ありがとうございます。やっぱ高田純次とな、まあ、女の子のハムスター10匹ぐらい買ってきて繁殖させるのがいいと思いますね。こちらは誰や、バターちゃんですね。バターちゃんもじゃあピューレ食べる。ピューレどっか行った。お、マジですか、高田純次さんのイケメンいるんですね。ということは若いメスとかじゃないと妊娠できないんで、ぶっちゃけもう半年ぐらいが限界だと思うんですけど、生後だからもう生後1年ぐらいしたらもう多分繁殖できないんですよ。なので生まれたばっかりの若いメスを買ってきていただいてですね、まあまあ当然ハムスターの種類は同じじゃないとダメですけどね。ジャンガリアンならジャンガリアン、ゴールデンならゴールデンで買ってもらって1匹ずつお見合いさせてやっていく感じですね。まあ、オスハムスターもね重要でございまして、まあ、うちのメイプルちゃんなんかオスなんてですけど全然繁殖しないんで、ジャンガリアンに限って言えばパールホワイトのオスは繁殖力はないです、ぶっちゃけ。今まで繁殖できたのはクリオとサバオだけなんで、サバはブルーサファイアで、クリオはノーマルの男子だったんですけど、今まで白いオス、パールホワイトのオス何匹か買ったんですけど繁殖はしませんでしたんで、やっぱそういう遺伝的なところもあると思いますね。はい、まあおそらくパールホワイト同士は繁殖しないんじゃないですかね。わかんないですけどね。お、ついに19,000いいねになりました。ありがとうございます。2000までに必要なポイント87。あと87ポイントでバルデスはシルバーからゴールドに行くんじゃないですかね。すごいですね。TikTok 界で有名になるんじゃないですかね、これ。バダちゃん、もうちょっと食べる。はい、バダちゃん、はい、バダちゃん、はい。まあ、バターちゃんも今からねちょっとイケメン男子を購入してちょっと頑張ってもらいたいですね。クリオね、なんかどのハムスターに合わせてもいまいちなんでね、もう多分もう
繁殖力はないんじゃないかなと思ってたんです。新しいね、でもなかなかいないんですよね、この新しいね、若々しいフレッシュな男子ね。ちょっと探しに行かないといけないですね。お、11,400 いいね、ありがとうございます。いや今日も本当に皆さんのおかげで楽しい配信が行われましたね。毎回毎日やってますけど、毎回面白いですけど、バダちゃんね、彼氏ね、欲しいね。ちょっと男子がね、今ねいいのがいないんでね、メイブルちゃんはもう2歳ですし、クリオはもうあんな感じですし、高田純次ちょっと買いに行きますかね。高田純次どこにいるんかな。やっぱねハムスターで、ハムスターというか、ね、せっかく生まれてきたんでね、子供とね産んでほしいですよね。産まなくてもいいですけどね。産んでほしいですよね。まあその方が楽しいハムスター人生をね。送れるんじゃないかと。まあ産まなくてもいいですよね。高田純素敵な高田純次なかなかいないんですよね。ちょっと明日じゃあちょっと探しに行ってきますね。兵庫県三田市にね、兵庫県の三田市にアミーゴペットショップとコーナーとあるんで、そこでちょっと探していきますね。あとはまあ姫路の方の火災の港南とかにも行ってたんですけど、やっぱ、ね、男子結構ね言われてるんですよね。ハムさん、ハムハムさんがお守りを、恋のお守りをいただきました。ありがとうございます。これでちょっとじゃあ新しいジャンガリアンブルーサファイア買いに行ってきますんで、ありがとうございます。まだ明日金曜日で平日なんで、明日買いに行って、まあ家ないですけどね、9匹まいるんで家ないんで、またこっちのケージで、撮影ケージで暮らしていただくことにはなると思うんですけどね。いやー、じゃあちょっと明日一匹買ってきますね。いやー、なんかちょっと楽しみですね。どんなイケメン高田純次
いや別に桜井翔でもいいんですけど、桜井翔はねなかなかねいないんでね、やっぱ高田純次、いやまあ多分、うん、まあ桜井翔いないやろうな、いるかなっていうのもあんまりちっちゃいとねオスかメスかわからないって言われるんでね、まあ、絶対オスってなったらちょっともう生まれて半年ぐらいのやつになるかもしれないですけど、まあでも今までそれで失敗してきたんでね、サバオジュニアもシロキチも、なかなかいいオスがねいないんですよね。バダちゃんもよう食べますね。もうだいぶ静かになってきましたね。もう2時近くになってますね。さくらちゃんまあ今日3回目か4回目か分かんないですけど、まだ、さくらちゃん血出てるで、耳大丈夫な、クリオに噛まれたんか、噛まれた感じなんかな、またサバオジュニアみたいな中耳炎なんかな、また心配の種が増えました。大丈夫なのかな、まあ、ちょっとじゃあ抗生物質飲ましておりますね。皆さん寝たい人は早く寝てくださいね。昨日はメイプルちゃんの治療をしましたけど、今日はさくらちゃんに、抗生物質を飲ましたいと思います。なんか耳が痛そうですよね。めっちゃ行くな。まあなんかどうなっていうかちょっと見ないと分かんないですけど、でも血の塊みたいになってるんで、治るときはもうすぐ治ると思うんですけど、
大丈夫？君はもうクリオ君とは遊ばない方がいいね。なんかどうでしょうね。血出てんじゃん。なんか心配になってきましたけど、硬いですね。なんか自分で書いたんかな。もうこの耳の病気やめてほしいですよね。中耳炎とか外耳炎とかの。あ、ちょっと様子見ですね。薬はまだちょっとあるんで、1,2,3,4,5、まあ3日4日分ぐらいはあるんで。まあそんな感じですね、はい。まあ、ちょっとハムスター買いにまた行ってきますんで、まあ、さくらちゃんの方も心配ですけど、ちょっと様子見ながらやっていきたいと思います。それでは皆さん、また明日。 See you tomorrow。